どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して現在はバンコクにプチ移住中の一般男性でございます。今日はですね、もう1時半ですね。午前中はですね、動画編集してやっとさっきね投稿したんですよ。部屋探ししてる時のあの日を、かなり達成感溢れてます、正直で。今ねまたグラブフードで今度はねパッタイ頼みました。うん、2人でねデリバリー料込みで171バーツでしたね。500円ぐらい、まあ、安いですよね。昨日がね結構ハードな1日だったんで、中心部行ったり、ね、ぜひね Vlog 見てください。今日はねのんびり、結構ベタベタしてるな汁がおもれになってますね。結構ちょっとこれは宅配の人低評価ですそれを電話でしたんじゃない、ちょっとこぼれちゃいました。あ、そういうことか。なんか途中電話かかってきたんですよ、お兄ちゃんから。ただ、ね、タイ語で言ってたんで何言ってるかさっぱり分からなかったんで、兄ちゃんOKって言ってて確かに俺陽気な感じでOKって言ってたわ。Do you speak English って言ったら電話切られた。そう、僕がね鶏肉のパッタイでしょ、でのりちゃんはねエビ入りパッタイですね。お店の評価はいいんで期待してます。うたちゃんうたちゃん、よく寝ましたね。わあまりにもねベタベタだったんでお皿に移しました。そしてね、最近ね、すごいことに気づいたんですよ。タイの料理、屋台飯でこれまで結構食べてきましたけど、どれもね、ぬるい。全部ぬるいっけ？全部ぬるい気がする。熱々ってないから、下に火傷するわけ一回もない。昨日食べたマッサマンカレーもね、ぬるかったよね、美味しかったけどね。うん、ぬるかった。あれはすごい一番ぬるいと感じたかも。うん、熱々を想像してたから。このパッタイもぬるかったんで今チンしました。多分暑いからみんなチンチンのやつ食べないのかもしれないですね。違ってたらすいません。いただきます。いただきます。甘いね。本当だ、甘めの味。甘パッタイどうしたの。ボーロね、ボーロ。はい、ボーロ。ういー、おいしい。ボーロが好きなんですよ、彼女は。卵ボーロ美味しいよね。卵ボーロね。あ、マスター、どうですか、パッタイは。ちょっとね、甘口すぎて塩入れたくなりました。なんとね、ついてくるのがね、砂糖なんですよ。塩かと思うよね甘くなっちゃう、さらに。まあまあですね、このパッタイは。総じて言うと、ね、評判いいのにね、うん、なんかいまいちだな、このパッタイ。なんか忘れたんじゃない、味付け確かにそのぐらいパンチが足りないね。失敗しました。わあ残念、なんか違うの食べたい。ビッグシーの中のフードコートでとか、バーガーキングとかバーガーキング、なんかしょっぱいの食べたいわ。さっきのパッタイはね食べきれなかったんで、やっぱりせっかくのね食事を失敗したっていうことで、なんかモヤモヤしてるわけですよ。ということで近くのねショッピングモール的なところでこのモヤモヤを晴らしたいなと思います。なんか騒がしいな、救急車あとねスーパーマーケット、ビッグスイっていうでかいスーパーマーケットでいろいろ買わなきゃいけないものもあるんで、買いながら小腹を満たしたいなと思います。家からちょっと歩くとね、こういうフードコートがあるんですよ。弥生県ですね、あの東京、まあ、日本によくあるご飯と高菜食べ放題のあそこです。あのお茶漬けできるとこ。そう、あ、値段見とこ。弥生県が1つ600円ぐらいだったんで、日本より安いですね。日本だいたい800円とか1000円ぐらいするし、多分ね、それに比べたら安いです。それでもしもご飯おかわり自由だったら最高よどうかな、そういうのあんのかな。ね、どうかね。これは来ますね、スコールが来る、ね、わかります。匂いがする、もう雨の匂いが、もうすでに降ってるし急いで中に入りましょう。もう一回やってくれ、うたちゃん。ああ助かったよ、今。大丈夫。もうね、結局お腹が空きすぎて、我々は今ね弥生県におります。タイの、日本のではありません。メニュー見たところね、日本の弥生軒を彷彿とさせる、うん、というかなんか大戸屋に似てる気がしたけど、メニュー多かったよね。メニュー多かった、楽しみです。私はね、鶏の甘酢あんかけを頼みました。おかわりはできる？できないみたいです。日本の弥生軒、なぜ
人々は行くかって言ったらご飯おかわり自由だからだよね。だからしょうがない。でも安い。安い、うん、たださっきねちょっとブログとか調べたら量は少ないって書いてあった。あ、そうなんだ。でも後ろの人のやつ多そうだけどな。本当だね、うん、まあご飯もらうにしても安いからね。お腹空いたらもらえばいいよね。来ました、鶏の甘酢あんかけ。まずはサラダからいただきたいと思います。ごまだれかな、これ。ごまだれっぽい味、うまい。トマト欲しい。ちょっと匂いがね、日本の甘酢あんかけとはちょっと違いますね。でも美味しそう。うん、あ、でもこれ熱々。調理したてだ。パイで初めて熱々なもん食べた。日本に寄せてるんじゃない。うまいですね。でもあれだね、トロトロしてない。俺甘酢あんかけってなんかあの片栗粉みたいな、あんかけみたいな、甘酢焼き。甘酢焼き。でも美味しいですね。うん、よかったです。最高です。これで昼の失敗を取り消します。さっきのね、弥生軒はね、僕が食べたやつが160バーツで、のりちゃんね、アイス食べたんですよ、抹茶アイスクリーム。それが35ぐらいだったんで、合計で195でしたね。だから、いくらだ、740円ぐらいですね。アイスと定食食べて800円以下って、なかなか安いんじゃない。日本と比べたら安い。まあ、ただね、あんまお腹いっぱいにはならないですね。おかわりできなかった、ね、おかわりできないんでね。あとさっきね、タルト買いました。ちょっと今見えないけど、後で見せます。1個ね、15と20、全部で35、一口サイズだけど132円で2つね、うん、いや、まあ安いでしょ。安いんじゃない。あ、ちょっとね、後で食べてみます。今からね、一回部屋戻ってのんびりしますね。はい、ただいま帰ってまいりました。タルトをね、食べようと思います。クリスピータルトっていうお店のタルトですね。マジで一口サイズですよ、こんなもん。ただ安いっていうね。じゃあオリジナル食べます。まあ、大体こういうのはね、オリジナルが一番うまいっていうのがあるんですよ。ハワイのね、マラサダがそうであるように。6種類ぐらいでね。うん、うん、うまっ。半分ずつ食べよう。うん、トロトロしてるわ。ほら、トロトロしてる。これなんだっけ、チーズ。それチーズタルト。チーズタルトラバーみたいな。チーズタルトラバーみたいな感じの発音だった。めっちゃ美味しいね。そして相変わらず下の成分の成分ですね。今回ですね、向こうからノーシュガーって聞いてきましたわ。顔覚えられたかもしれない。もうなくなっちゃった。はい、終わり。早い。トロトロだ。トロトロだね。いいおやつ。そしてね、あと日本であんま見たことがなかったプリングルスも買いました。ハッド&スパイシーシービーかな、発音的には。これ見たことあります、日本で。俺ないな。ちょっと1枚食べていい？うん。変わった色してますね、緑色。シーウィードはあったよね。めっちゃうまい、これ。やばい、プリングルスの中で一番うまいかもしれない。最初の味海苔、なんかで最後の味辛いって感じ。なんか海苔塩のさ、海苔がすごい強いバージョンみたいな、うん、あ、これうまいわ。これいいね。おいしい。あとはね、リステリンが欲しくて言ったら安かったんで、これ買いました。ワトソンズ2個でね、120バーツぐらいだったの。超安かった。とりあえずね、リステリン的なやつが欲しいんだよね。タイのやつかわかんないけど、安いな。バイワンゲットワンって書いてある、英語で。そうそう、書いてある。あ、書いてあった。じゃあ、これ買う。ワトソンズのブランドのマウスウォッシュを買ったんですね、我々、うんうん、ありがとうございます。うん、そんな感じでね、いろいろ買ってきましたよ。安心、安心、そしてのんびりします。超美味しい、これね。これうまいね。ここはですね、このマンションに備え付けられているコワーキングスペースですね。今うたちゃんが寝てるんでね、こちらで1時間くらい作業しようと思います。すごいね、おしゃれなスペースですよ。インテリアも凝られていて、20人くらいはね、余裕で入りそうなスペースですね。それでは作業したいと思います。
いやもうね、9時です、9時。またしてもクラブフードを頼みましたよ。昼間はね、失敗したんで、今回は絶対うまいだろうっていうものにしました。豚丼と牛丼ですね。おいしそう、いい匂いもする。ただね、高いんですよ。日本円で言うとね、1100円ぐらいします、2つで。いや、日本より高えよっていう。本当だね。並盛りの方は量が少なそうですね。すごい少ないね、うん、子供用みたいな。こっちの人は胃が小さいんですか。こっちがね、豚丼でね、こっちが牛丼。牛丼の方ちょっとちっちゃいんだよな。こっちはね、ちょっと大盛りにしてみたんですけど、米余分にもらっとけばよかったわ。で、ちゃんですね。じゃあまずはビールを飲みましょう。実はね、1日フルでバンコク過ごすのは明日が最後なんですよ。明後日から我々はね、チェンマイに行きます、うん、初チェンマイ。私タイ何回か来たことありますけど、チェンマイは初めてですね、うん、楽しみです。今日はね、のんびり過ごして体力を温存したんで、明日ね、爆発させたいなと思いますよ。お疲れ様です。うめえ。先ほど投稿したバンコク部屋探しの動画にですね、結構コメントいただいたんですよ。驚いたのが、在宅もしくは在宅経験者非常に多いんですね、私の動画視聴者。その方たちのほとんどが私のコーヒーのことについて触れてましたね。どういうことかっていうと、私はね、アメリカーノっていうアイスのコーヒー、ブラックだと思って注文したんですけど、受け取ったものはドバドバシロップ入れてある超甘いやつだったんですよ。あー甘い。私のね、英語が拙いせいかなと思ったんですけど、これはね、当たり前のことらしいんですよ、タイではね。ノーシュガーって言わない限り、超甘いコーヒーが良かれと思ってくるんですよ、っていうことをね、コメントでいっぱい教えてもらいました。またね、マイワンルイ、マイワンルイ、ちょっとイントネーションわかんないですけど、これを言うことによってノーシュガーのコーヒーもらえるみたいです、ぜひね、次使ってみたいなと思います、ちょっと牛丼と豚丼のレンチンが終わったんで取ってきます。やっぱ温かいのに限るよな。まずは豚丼いただきます。もう匂いからして美味しそう。豚バラですね、これは。いただきます。あ、うまいわ。味付けしっかりしてる。タレと米が合いますね。しかもこの米はタイ米じゃなくて日本の米ですね。うん、うまっ。あ、たまにはいいよね、こういう日本の飯も。最近までずっとローカル飯ばっかりだったんで。ただ高いんだよな、日本の松屋とか吉野家、すき家よりも高いっすね。まあ一緒ぐらいか。あともう一つね、コメントをいただきましてね、在宅のタイ人の方ですかね、日本人の奥さんがいる。ローカルの不動産屋行くなら私がサポートしますみたいな、そっちの方がいろんな物件ありますよっていうコメントいただいたんですよ。もっと早くあなたと出会いたかったですね、まあ、近々、近い将来またバンコクを訪れることになると思うので、その時はね、ぜひね、サポートしていただきたいなと思います。うん、よろしくお願いします。意外とね、在宅の方からちょっとメッセージとかいただいて、ご飯行きたいですとかっていただけるんですよ。ちょっと意外でしたね。こんなんだったら私からね、ご飯食べていただける人っていうのを募集すればよかったですね。あ、この牛丼すごい、ニンニクいっぱい入ってる。じゃあ次は牛丼の方いただきます。牛こま切れ。あ、うまいうまい。あ、牛丼もうまいね。ニンニクも合いますし、この唐辛子丸々入ってんだな。これ食えんのかな、わかんないけど。でもとりあえずね、牛丼も豚丼もこれうまいですわ。グラブフード、今回は当たり、よかった。これで昼の失敗を取り戻せましたわ。食べていきたいなと思います。どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して、現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。現在私はですね、家族と共に大阪に来ております。今回も戸建て借りて、そこでね、のんびり過ごしております。まあ大阪の Vlog もね、後々上がろうと思いますんで、まずはね、タイのプチ移住 Vlog をお楽しみください。前半の見ましたか。今回はですね、いかにもタイに移住してるような感じの Vlog になってますので、まあ海外移住とかね、タイに興味がある方は楽しめると思いますんで、まだ見てないよって方は巻き戻して見てみてください。ということでですね、最近私がよく紹介してるB コミさんの初めての資産運用っていう本があるんじゃないですか、無料で配布中の。それとは別にですね、また B コミさんがですね、新刊出したんですよ。デートレ革命っていう本ですね。まあ私デートレに興味ないんですけど、まあ内容見てみるとですね、板の読み方とか、もう買い方売り方とかね、もう長期投資とか始める云々の前に、もう株の
基礎知識みたいなところを、まあ、網羅できますと、まあ、あとは銘柄の選び方とかね、そういった知識をねインプットできるんで、まあ、デートで興味ないよって方も無料で配布中なんでゲットしてみてください。これも固定コメントと概要欄のリンクから簡単に、ね、入手できます。まあ、入手手続きするとね、まあ、勧誘メールとか来るんですけど、簡単にね配信解除できるんでご安心ください。そしてね、キャンペーン終わったらもうメルカリとかで速攻売れるんでね、ぜひねこの機会をご活用ください。まあ、初めての資産運用の方もねまだキャンペーン中なんで、こちらもね長期投資のノウハウとか高配当株投資とか、ね、その辺のノウハウ網羅できますんで、まだ手に入れてないよって方はゲットしてみてください。で今回はですね、恒例の私の米国株インデックスファンドの運用状況をね見ていきたいなと思います。1週間単位で、まあ、見ていこうかなと思ってたんですけど、前回お見せしてから2ヶ月経ってしまいましたまあそれだけね、いろいろ濃いね、生活を送ってたっていうわけなんですよ。まあ言い訳なんですけどね。まあ、ちなみに8000万ほど運用してます。中身見てみますとね、S&P500 に、まあ、約ね、6200万と VOO っていう ETF を通して運用してます。まあ下落したら買うっていう投資方法ですね。で2020年の6月の末に買ってるんで、もうね、2年1ヶ月運用してます。あとは999ですね、ナスダック100に連動する ETF です。約1000万運用してますね。こちらもですね、2年1ヶ月運用中ですね。で、あとは楽天 VTI が私の一般NISAと妻の一般NISAで運用してます。私の口座がですね、約120万と、妻の口座が75万と。こちらですね、私の方が約5ヶ月と、で、妻の方が6ヶ月運用してますと。まあ、あとはね、妻の一般NISAで NASDAQ50 というね、NASDAQ100 よりも小型株に連動する投資信託持ってます。まあ、こちらですね、まあ、ちょっと後悔してるんですけど、売らずにね、運用してますと。もう1年6ヶ月前に買ってんですね。あとは、娘のジュニアNISA。こちらはオルカンですね。160万ですね。こちらはもう8ヶ月前か。私の娘がもう11ヶ月になったんで、割とね、生まれてすぐ口座作って、オルカン買ったってわけですね、ジュニアNISAで。で、合計すると、まあ7800万。まあ約8000万ですね。っていうポートフォリオで私はインデックスファンドをね運用しております。私の動画今まで見てくださってる方は分かると思うんですけど、他にも高配当株投資もね積極的にやっていて、まあ、約ね年間400万くらいですかね、400万500万くらい配当金を得ている状態になりますね。なのでインデックスは完全に放置して、まあ、資産を増やしていくっていうスタイルで投資してます。投資初心者さんとかは、まあ、こういった不安定な相場とかでどのぐらいの資産が増えたり減ったりするのかっていうのは、まあ、興味あるのかなと思いますんで、まあ、こういった形でね定期的に運用実績公開しておりますんで、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、さっきも言ったようにですね、私はこの1ヶ月、まあ、2ヶ月か、米国株相場ほとんど気にしてこなかったんですよ。まあ、ハワイ行ったりとか、タイ行ったりとかして、割と自分の人生集中していたので、まあ、乗り遅れてますと。何があったのかみたいなところはね。ただね、私個人の考えとしては、私のような一般個人投資家っていう人たちはですね、まあ、投資に対する姿勢は、まあ、そのくらいの軽さで十分なのかなと、私は思ってますね。あんまり熱心にね、まあ、相場に、こう、肩入れしてもですね、まあ、精神的に疲れるだけですよ。勉強すればするほどリターンが増えるわけでもないしね、相場に張り付いたところで相場が読めるようになるわけでもありませんと。まあ、難しいところですよ、そこが投資の。まあくまで投資の勉強とか相場、市況みたいなところはですね、自分の知識として、まあ、情報としてインプットするくらいで、まあ、いいかなと考えてます。ということで私はこの2ヶ月間全くインプットしてなくて乗り遅れてる状態なんで、まあ、今回はですね、私の運用状況を公開するだけじゃなくて、まあ、私のキャッチアップっていう意味でもね、最近の米国株相場について振り返っていきたいなと思いますんで、ぜひね、一緒に振り返って行きましょう。8月4日の相場ですね、まあ、昨日の夜ですね、はっきりしない感じでしたね。私もちょっと見てたんですけど、結局 S&P500 がマイナス 0.13 と、で NASDAQ がプラス 0.41、 ダウがマイナス 0.25 と、まあ、どれもね、どの指数もほぼ横ばい状態で終わったっていう感じになってますと。まあ、いろんな記事見てると、まあ、投資家の関心っていうのは、まあ、引き続きねアメリカのインフレだとか、まあ、経済の行方ね、あるみたいですね。まあ、いかんせんね、明日です。今日か。5日発表の7月のね、アメリカの雇用統計とか、来週発表の7月の CPI ですね。これらに関心が高まっていて、まあ、それに向けてね、ちょっと今警戒しているっていうところで、まあ、昨日の相場は横ばい状態で終わったっていうことなんですよね。その発表される結果次第では、今後ね、数ヶ月は不快な下落相場が続く恐れがあるなんてこともね、
言われてるらしいんですよ。現在がね、どんな状況かっていうと、結構反発してるんですよね。びっくりしましたもん。私も今日資産公開するんですけど、正直増えてました。2ヶ月前より。何があったかっていうと、FOMC あったんですね、先週。私見過ごしてましたわ。特にね、FOMC 後のパウエルさんの記者会見が結構サプライズだったらしいんですよ。今後のね、利上げペースっていうのを、まあ、緩やかにする可能性が高いってことが分かって、まあ、これまでね、急激な利上げしてきたにもかかわらず、まあ、年末には利上げ停止するのではみたいな、そういう楽観論が広がって株価ね、上昇してるらしいんですよ。まあ、ご覧の通り、これ年初来のチャートなんですけどね、年初来から見るとマイナス 13.56S&P500 が、ナスダックがマイナス20と、まあ、ダウがマイナス10ぐらい、まあ、結構下げてるんですけど、まあ、4月から6月にかけてね、利上げとかリセッションに対する、まあ、警戒かなり強かったと思うんですよね。そういった中でかなりね、刺激的な株安続いてました。まあ、6月中頃からは、まあ、そろそろね、投資家たちが、まあ、買ってもいいだろうっていう気持ちになったみたいですね。で、この前の FOMC 後のパウエルさんの発言によって、まあ、さらに上げたと。右肩上がりですね、ご覧の通り。現在がそういう状況だということなんですよ。今はかなり上昇してきてますけど、いろんなニュース見るとですね、アメリカの経済とか世界の経済結構絶望的なんじゃないのと、雲行き怪しいんじゃないのっていうニュースがめちゃくちゃ多いというか、そういうのばっかりですね。例えばですね、26日に IMF っていうのは国際連合の専門機関の一つ、国際金融と為替相場の安定化を目的として設立された組織ですね。この IMF が26日に発表した世界経済の成長率見通しですね、によると今年の世界成長率は 3.2% に減速する見込みだそうですと。まあ要因としてはね、インフレが止まらないということと、欧米の中央銀行による急速な利上げなどがまあ挙げられるみたいですと。この IMF はですね、4月時点ではなんと 3.6% って言ってたんですよね。で、1月では 4.4 って予測してたんで、まあ、3回続けて下方修正したっていうことになるんですよ。ということで、世界経済っていうのはリセッション、景気後退するんじゃないのと、目の前まで迫ってるんじゃないのって言われてるわけですよ。まあ、さらにね、この前アメリカの GDP 発表されましたよね。それによると2四半期連続の減少ということで、まあ、リセッションのリスク高まりましたよっていうニュースもありました。一応ね、2四半期連続で GDP の減少を記録すると、まあ、テクニカル的にはね、リセッションって言われることもあるんですよ。ただパウエルさんもバイデンさんもイエレンさんも会見でリセッションではないと言ってるわけなんですね。だから安心ですよ、リセッションではないんですよただ、いろんな事実を見てみると、例えばね、住宅ローン、30年固定金利とか見ると、20日時点だと 5.54% と、去年に比べると 3% 近くも上昇していて、これどういうことかっていうと、3000万借りて30年で返済すると、支払い総額が去年の比べると、1700万円以上増加しているっていうことになるんですよ。まあ、そのせいで住宅ローンの申請件数が22年ぶりに低水準ということで、かなりね、アメリカの住宅市場冷え込んでるみたいなんですよね。そしてさらにですね、 GDP の個人消費も 1% ということで、前期の 1.8% から伸び悩んでるんですよ。暗いニュース多いですね。まだまだありますよ、暗いニュース。アメリカとヨーロッパの金融機関がですね、 S&P500 の見通しを相次いで引き下げてるっていうニュースもありました。こちらをご覧ください。アメリカのバンクオブアメリカですね、2022年末の S&P500 の目標株価を、これまで4500って言ってたんですけど、それを3600と下げました。ウォール街で最も低い予想に引き下げたということですね。まあ、この時の記事が S&P500 4155だったんで、まあ、そこからすると 13% も下げるということになるんですよね。で、さらにですね、モルガン・スタンレーは2023年の6月末の目標株価を3900としていると。モルガン・スタンレーのストラテジストのマイケル・ウィルソンさんは、これから利益予想の大きな修正サイクルに入ろうとする中、現時点で買うことは一般的には賢明でないと指摘しています。で、しかも6月中旬以降のこの反発しているこの現状はですね、まあ、ただの一時的な上昇だろうと、まあ、そう言ってますね。悲観的なニュースばっかりで参りますよね。だから私はもう見ないんですよ。で、もう一つね、嫌なニュースありました。これはね、トラさんちのセミリタイア戦略、私よく見てるチャンネルなんですけど、その中の動画で言ってたことを紹介します。皆さん、ブルベア比率ってご存知ですか？ブルベア比率っていうのはですね、米国株の投資家の中では割と有名な指標なんですよね。米国の個人投資家に毎週行われている調査によって、まあ、今後6ヶ月の相場について強気か弱気か、
中立化っていうのを数値化した指標ですと。でこの調査結果っていうのは皆さんご存知のブルームバーグといった有名なメディアに掲載されてるんですよ。こちらがですね、過去22年のブルベア比率なんですけど、まあ、上に行けば行くほど米国の投資家強気と、で下に行けば行くほど弱気、そういうことになります。まあ見やすいグラフですよ。基本的にですね、よっぽどのことがない限りマイナス 40% 下回ることはないんですよ。ただ見てください、今年に入って4月29日に下回ってるんですよね、マイナス40。さらにですよ、面白いことに6月23日また下回ってるんですよ、マイナス40っていうのは。マイナス 40% 下回るっていうのは10年に一度くらいのレベルでしかないんですよ。それが今年2回も起きてるんですよね。今年の米国株投資家はとんでもなく弱気なんですよ。ちなみにですけど、コロナショック時のブルベア比率っていうのはマイナス 23% でとどまってるんで、まあ、それを見てもいかに今年が弱気なのかってのは分かると思います。まあ、逆に考えるとですね、長期投資家の皆さんはこんな弱気な投資家が多い中っていうのは、まあ、買いチャンスっていうことが分かりますよね。まあ皆さんもね、経験しておられるように強気な投資家が多い時っていうのはね、もう損するだけ乗り遅れるっていうことが多いですよね。この前のあのステップンとかまさにそうですよ。ただね、また面白いデータがあるんですよ。これはブルベア比率と S&P500 を重ね合わせた時のグラフです。過去を見てみるとですね、 IT バブル崩壊の大底の時にブルベア比率はマイナス 40% 近くまで下落してるんですよね。ただこの時 S&P500 っていうのは底打ちしてそこから上昇していったんですよ。つまりブルベア比率がマイナス40を超えた時が底打ちの合図として機能していたっていうことになるんですよね。ただリーマンショックの時、これを見るとですね、2008年の1月マイナス 40% 下回ってるんですよ。ただその2ヶ月後の3月に再びマイナス 40% を下回ってるんですよ。でさらに面白いのがですね、2008年3月、そのマイナス 40% 下回った後 S&P500 は一回反発したんですね。こっから上昇していくのかと思いきや一気に落ちるんですね。そこから2008年5月頃から大暴落が始まって、そこから約10ヶ月間ずっと下落し続けたんですよ。そして2009年の3月にそこを迎えましたと。その時のブルベア比率、なんと過去最高のマイナス 51% を記録してるんですよ。つまりですね、リーマンショックの時はブルベア比率が3回もマイナス 40% を下回ってるんですね。まあ、ここまでお聞きの方はなんとなく予想できてるかなと思うんですけど、まあ、このリーマンショック時の状況はですね、現在の状況に非常に似ているっていうことなんですよね。まあ、2009年の3月大底を迎えてからブルベア比率っていうのはマイナス 40% 下回ることなく株価上がってきてます、これまでね。ただ今年に入って久しぶりに4月と6月の2回ブルベア比率がマイナス 40% 下回っているっていう事態になってるわけですよ。これどういうことかっていうと、過去からリーマンショックっていうこの過去から、ね、学ぶとすると、これからブルベア比率がマイナス 50% 下回るような大暴落が来るのではないのかなというわけなんですよね。まあ、これまでね、散々ネガティブなニュース紹介してきましたけど、これは別に僕の意見じゃないですからね、あくまでそういうニュースが多いですよってことを共有しただけです。さっきも言いましたけど、私はこういうネガティブなニュースいっぱい読みましたけど、かといって投資スタイルに、自分の投資スタイルに反映するっていうと、そんなことありません。もう下がったら買う、下がったら買う、これを続けるだけですね。特にね、ドルコスト平均法とか、まあ、長期で積み立てしてる人にとっては、もしもこれから長い低迷期間来ることになっても、それはね、安く買い続けることができるっていうことなんですよ。そういう期間が来るだけなんですよね。そういう投資をしてる人にとっては、もってこいの相場なんですよ。自分の取得単価を下げるチャンス。何年後かわからないですけど、上昇相場の時に一気に利益を出す。そういうことになりますから。これから投資を始めようとしている方も、まさに積み立て投資をしている方もね、ビビらないでください。そしてそんなあなたにですね、長期積み立てにおすすめの証券会社をね、紹介したいなと思います。それはですね、 SBI 証券ですね。まあ、もっと細かく言うと SBI 証券と三井住友ゴールドカード、これの組み合わせが今んとこね、長期投資家にとって最も効率的だと言われてます。その理由がね、いくつかありますので簡単に紹介しますね。まず一つ目が、三井住友ゴールドカードのクレジットカードの還元率が最大 1.5% っていうことですね。年会費ね、5500円かかるんですよ、年間。高いと思うでしょ。ただ年間100万円以上使うと、その次の年から永年無料になります。まあ、いわゆるツイッターとかでよく見ますよね、100万円修行とかって言われてるやつ。これをやるとね、年間の会費が無料でね、還元率
1.5% っていうのを実現できるんですよ。100万円で1万5000ポイントゲットできるっていうことになるんで、かなりお得なんですよ。そして月5万円ね、年間でいうと60万円、これを投信積み立てをクレカ決済できるんですよ。しかもその積立額に対して 1% のポイントも付与されると。配当金みたいなもんですよね。インデックス投資しながらクレカ積み立てすることでポイントもらえる。そのポイントっていうのはいわゆる配当金みたいなもんですよ。まあ違いますけどね、まあ、似たようなもんですよ。でしかもこの持ってる投資信託の残高に応じてポイントが付与される。これ投信マイレージっていうサービスなんですけど、優秀なんですよ。例えばね、オルカン EMAX SLIM のこれね、年率 0.042% もらえるんですよ。でしかも信託報酬考えてください。 0.1144% でしょ、オルカン。ということは信託報酬の 36% を削ることができるんですよ。でしかもこの付与されたポイント何に使えるか、投資信託の購入に使えるんですよ。めちゃくちゃ効率的じゃないですか。まあ一応ね、楽天証券も楽天カードこの組み合わせあるんですけど、これに比べると20年で約25万円も SBI 証券の方がお得になるんですよね。まあそんだけかって思うかもしれないですけど、これから投資始める人とかは、まあ、なるべくねコストが低いところを選んだ方がいいわけですよ。だって投資信託選ぶときになるべく信託報酬低いところ選びますよね。それと一緒ですよ。どうせ同じ中身ならコスト低いところを選んだ方がいいってわけですよね。まあどうせいつか解約されるんでしょうとか思う方もいると思うんですけど、まあ、まさにね私もそうです。めんどくさがり屋なんで。ただね、こういう時にベストな選択肢をフットワーク軽く取れる人っていうのが長期的に見てね、差が生じるわけですよ。まあ、実際ね、40年とかっていう長期で見ると楽天の組み合わせよりも136万円ほどね、お得になるっていうシミュレーション結果ありますから、ぜひね、私のような面倒くさがり屋にはならないでくださいと。特にこれから投資始める人、SBI の組み合わせお得なんで、ぜひね、概要欄と固定コメントのリンクから簡単にね、口座開設できるんでやってみてください。ということで、ようやくね、運用実績公開していきたいなと思います。こちらが前回の6月6日ですね、の結果になってます。VOO がプラス468万5456円と、プラス 7.62% でした。で、999がプラス222万4157円、プラス 20.41%。楽天 VTI がプラス75,701円と、プラス 6.3%。妻の楽天 VTI がプラス28,732円、プラス 4.28%。そして、ナスダック50がマイナス9633円のマイナス 0.8 と。で、娘のオルカンがプラス19153円と、プラス 1.19%。そういう結果になりました。まあ、合計するとですね、取得総額が約7700万で、時価評価額が8242万4153円と、評価損益がプラス548万4414円、プラス 7.13% っていうことになってます。まあ、2ヶ月前もね、反発してきたばっかりの時だったんで、まあ、プラスになってるんですよ。ただ今回、見てください。8月4日、VOO、プラス666万9095円と、プラス 10.64%。まあ 3% ほどね、プラスになってます。で、999がプラス328万2802円と、プラス 30.12%。プラス 10% ぐらい上昇してるんですよね。やっぱナスダック最近調子いいんで。で、楽天 VTI が、プラス 109,512 円、プラス 51,588 円、プラス 9.12% とプラス 6.87% と、こちらも上昇してますね。そしてナスダック50もプラス 3,371 円、プラス 0.28% と久しぶりにプラスになりました。で、娘のオルカンプラス 26,671 円のプラス 1.66%、まあ、全体的にね、資産増えてます。で、合計すると取得総額が7,639万739円と、で、時価評価額が8,842万5004円、評価損益が11,048万5265円のプラス 14.93% ということで、で、これが資産推移の、まあ、グラフになるんですけども、まあ、3月30日にね、時価評価額はマックスつけて、そこから下がってるんですけど、まあ、ここ2ヶ月で増えてきているっていう状態になってます。まあ、ただね、さっきのネガティブなニュースによると、まあ、これからまた下がる可能性があるって言われてますけども、まあ、関係なくね、積み立てていきたいなと、まあ、下がったら買う、下がったら買うをね、貫き通していきたいなと思います。まあ、私には配当金もありますから。実際ね、配当金があるおかげで、まあ、タイでこの前ね、体調を崩して YouTube 作れなくなっても、まあ、配当金あるからまあなんとかなるでしょっていう気持ちになるんで、やっぱりね、配当金は自分の人生をね、豊かにしてくれるありがたい、まあ、私は不労所得だと思ってますよ。今日はこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ途中で紹介したようにね、
これから投資始める人は SBI 証券おすすめなんで、ぜひね、概要欄と固定コメントのリンクから口座開設してみてください。口座開設の仕方わからないよって方が多い場合は、口座開設の仕方みたいなのも動画作るのも検討します。うん、それではさよなら。 Vlog 見てないよって方はぜひ見てください。さよなら。